俳優名鑑パクヨンハ。2002年に韓国で放送されたドラマ冬のソナタを通じ、世界的韓流スターとして注目を集めることになった。最も難しいサンヒョク役のキャスティングが難航していた。候補者にはヨンハの名前も挙がっていたが、若すぎる年齢がネックに。ペヨンジュン演じるチュンサン役はサンヒョク役と同級生という設定。当時ペヨンジュンの年齢は29歳、ヨンハは5つも年下の24歳。それでもヨンハをサンヒョク役に強く推薦したのは他ならぬペヨンジュンだった。サンヒョクを演じられるのはヨンハしかいないと推し、難航していたサンヒョク役はヨンハに決定した。パクヨンハ、1977年8月12日、韓国ソウル特別市出身。父は韓国の音楽プロデューサーのパクスンイン。幼少時代は静かでおとなしい子供だった。小学校に進級すると色白で小柄で、性格も引っ込み思案だったためいじめの対象に。中学に進学しバスケットボールを開始、活動の場が広がり社交的に。女子からの人気が高く、ラブレターやプレゼントをもらうように。ある日、父が経営していた芸能プロダクションが倒産。いつも笑いが絶えなかった家から笑い声が消え、ヨンハは自立し働くことを考えた。そんな時、街角で一枚のスナップ写真を撮られ、街で見かけたかっこいい人という雑誌の特集に掲載された。それを見た芸能関係者にスカウトされ、まさに渡りに船とばかりに芸能界に入ることになる。高校在学中の1994年に MBC テーマ劇場に出演し、 MBC 特別採用タレントとしてデビュー。撮影現場に来たヨンハは愕然とした。ヨンハの役どころは主人公の後ろをただ歩くだけのエキストラ。その後ももらえる仕事はエキストラばかり。つまらなくて芸能界を辞めようと決意した。しかし、あるドラマへの出演がヨンハの人生の転換期となる。最高視聴率 57.3% を記録したヒットドラマ「ずっと会いたい」に出演依頼が舞い込む。ヨンハの役どころは眼鏡がトレードマークの情熱的な小学校教師。当初ほんの脇役だったが、ヨンハの熱演に手応えを感じたスタッフが大幅にヨンハの出演シーンを増やした。優しくて誠実な役柄が受け、幅広い層からの人気を獲得し、韓国の娘の旦那さんにしたい人第1位にも選ばれるほどに。さらに名誉ある MBC 新人賞を受賞。ヨンハは一躍韓流トップスターの仲間入りを果たした。そして受賞後は急激にヨンハの周囲を取り巻く環境が変わり始める。ドラマ出演依頼も増えたし、待遇も。周囲で変わらなかった人は誰もいない、全員変わったと、ヨンハは当時をそう語った。周囲にチヤホヤされる日々を過ごすうちに、ヨンハは次第に自分自身を見失っていった。ドラマで得たギャラを車や高級な服につぎ込み、毎晩酒浸りの日々を過ごす。やりたいことだけをやり、食べたいものを食べ、着たい服を着る。発言についても相手を傷つけるかどうかなんて考えずに言いたいことを言っていた。1年間仕事をせず、遊びほうけて楽しんで、当時は自分がダメになっていたと思う、とヨンハは当時をそう語った。そんなヨンハはある日、半年ぶりに実家を訪ねた。仕事もせず堕落しきった生活を送っていたヨンハを両親は叱ろうとはしなかった。その時母親にシワが増えているのに気づき、両親には毎月小遣いさえ渡せばいいと思っていた。生活費を渡せばいいと。若い頃は目に見えるものしか見ていなかった。両親に対し気を使うようになり、両親を見ながら我慢することも覚えた。一生懸命に生きなきゃいけないとも思った。今はまだ両親は生きているけど、いつまでも生きてるわけじゃない。親がいるうちは、親のために生きるのも悪くないと考えた。こんな風に話すと、すごく親孝行な息子みたい。そうじゃないのに。と、ヨンハは当時を振り返った。その後、
ヨンハは人が変わったように仕事に邁進するように。冬のソナタの速報監督は、ヨンハさんは当時俳優業に復帰したばかりだったので、新しい作品に向けたエネルギーに満ちていた。その情熱がプラスに作用したと思う、と当時をそう語った。ヨンハにとって冬のソナタの三役役は、演技派俳優として願ってもないチャンス。それまでのイメージを払拭し、執着心の強い三役の役作りでダイエットを行った。スポーツジムに通い続け、9キロもの減量に成功し、次にヨンハのトレードマークのメガネを外した。これにより整形疑惑が持ち上がる。目を小さくしたとも言われた。わざわざ目を小さくするなんてある？とにかくいいイメージになったと思うことにしてやり過ごした、とヨンハは当時をそう語った。減量とメガネを外したことで、ヨンハは柔和なイメージを払拭することに成功し、神経質で鋭い印象の三曲がこうして誕生した。イメージチェンジは狙い通りに、冬のソナタの三曲に対する視聴者の声は、今までの誠実で真面目というヨンハのイメージとはかけ離れたものだった。三曲はひどすぎる。チュンさんとユジンの仲を引き裂こうとする三曲に対し、放送直後には視聴者から苦情の電話が鳴り止まなかった。しかしヨンハは動じないどころか、必要ならば三曲のキャラクターをもっと悪くしても構わない、と脚本家にオーダー。番組放送当初は多くの女性視聴者から反感を買っていた三曲だったが、一人の女性を一途に思い続ける三曲に対し、チュンさんと三曲、結婚するなら絶対に三曲、と声が上がり始めた。女性視聴者の見方が変わってきたのは、コーヒーショップでのユジンとの別れのシーン。監督に涙が出すぎて見苦しいので控えめに流せと言われるほどすごく涙が出た。嘘みたいだけど本当に恋人と別れたような気分になった、とヨンハはこのシーンについて語る。翌年 NHK が衛星波で放送すると、韓流ブームに乗り、主役のチェジウ、ペヨンジュンとともに日本でも人気を集めるようになった。そして歌手デビューし、しばらく日本での歌手活動が中心となる。2008年韓国ドラマオンエアーで主演、5年ぶりに俳優復帰。韓国の中央大学校の芸術学部演劇科で演劇の勉強をし直しつつ、韓国では俳優、日本では歌手として活動する。長年ロッテ免税店のモデルだったペヨンジュンに代わり、レイン、ピとともに就任。2007年第21回日本ゴールドディスク大賞ザ・ベストエイジアンアーティスト賞を受賞。2008年日本では第22回日本ゴールドディスク大賞シングルオブザイヤー洋楽ザ・ベストエイジアンアーティストを受賞。韓国では SBS 演技大賞でドラマスペシャル部門男演技賞10大スター賞を受賞。韓国と日本で数々の栄誉ある賞を受賞し、順風満帆かと思われた。しかし2010年6月30日早朝、ソウル特別市内の自宅にて遺体で発見された。32歳没。死因は電源コードでの首吊り自殺と日本では報道されたが、実際はコードで首を絞めたことによる感電での胸部圧迫死と断定された。自殺動機は末期の胃がんを患った父親の介護に疲れたこと、事務所経営のストレス、日本で活躍することに対する韓国からの誹謗中傷などが挙げられている。葬列の見送りから火葬場に至るまで、日本からも多くのファンが別れに訪れ、現地メディアも驚きをもって自殺の時以上に大きく報道した。日本でも馴染みのある俳優だったため、過去に出演したテレビ番組では追悼企画が組まれ、予定されていたコンサートはファンの献花のために開催された。2010年8月17日ソウル郊外ヤクチョンサにおいて四十九日法要が個人と親しかった友人、仕事仲間、日本からのファンと共に行われた。2011年6月30日ソウル郊外ヤクチョンサにおいて一周忌が行われた。2014年6月16日
日本デビュー10周年の記念コンサートがパシフィコ横浜国立大ホールにて行われ、死後4年経過したが4000人のファンが集まった。2019年6月30日ソウル郊外ヤクチョンサにおいて10回忌特別法要が営まれた。この法要への日本からの参列者などに向けてツアーが企画された。マルチな才能を発揮し、日本でも絶大な人気を誇った元祖ハニカミ王子。ありがとう、パクヨンハさん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら大変喜びます。